マークにドッキリを仕掛けるということで、どんなリアクションするのか。しっかり泣いてるじゃない。はい、皆さんこんばんは。今日はこういった形のオープニングでございます。さあ、九頭目、まずはもう堤防の手前からいつきの、チェックチェックです。最中でございます。だいぶ暗くなってきた。やかましいわ。理由はですね、今日は、キャスト食わせ、はい、ゴールドが入ったヤーツーです。 3.5 綺麗。はい、どうも皆さんこんばんは。と、はい、今日はブーニーとのなんだろう、サポッティングかな、聞いてない、ちょっと遅れてきたんで何も聞いてない。さっき釣ってましたよ、500ぐらいのやつを。横島な心と、言うほど聞いてないわ。
皆さん、そういえば気をつけてください。先おとといぐらいにですね、エッチな動画を見たらですね、 SNS のメールがですね、ものすごい件数が入ってくる。どうしたらいいんですか皆さん。経験ある人いるでしょ。ずっと入ってくるんだから。人妻玲子からずっと入ってくる。聞いてないわ、塩がダメ。今日ですね、マークにドッキリを仕掛けるということで、第8フニマルの森船長がこの釣り場の方でやってくるってことで、多分カメラに手元を映してるんであれだけど、どんなリアクションするのか楽しみではあります。カメラすごいことなってるんだけど。ちょっと待って、ちょっと。おい。おお。行くぞ。ビール。ビール。ナイスすぎるのリアクション。何今の、どこで覚えてきたんだ。ブラジルかと思った。撃たれた後に2発バックステップやった。ふおー言いよったよ。しっかり泣いてるじゃない。死んだと思ったろ。ブラジルなのここって思って。ひどいわ。ああすごい、びっくりしたわ。森船長です。二人来たかなと思ったのよ。はい、こんばんは。ドッキリにお付き合いいただいて、はい、ありがとうございます。はい、今日の夕方からずっと二人打ち合わせ、はい、打ち合わせでないんで、そうなんです。入ったぞ。そうなんです。この子供の100均の100均、いやいや、おもちゃを、こう黒ずくめですよこれ。黒ずくめですよ。これ絶対ファミエラでしょこれ。どんな感じになっとるんやろ。こんななってる。あ、打った瞬間は真っ暗やったんよね。ありがとうございました。ちょっとずつ近づいてきてるな。俺二人いるよな。あ、見えてたの二人。いや、俺お仕事二人するよなって思ってチラチラ見てて、あ、でも違うか。あら、近いって思って。思ってる近いって思って。うん、近くに寄ってくるじゃん。そしたら二丁拳銃や。二つも叩き。二つは無理だ俺。一つならまだしも。無理無理。もうバックステップ。避けれないからバックステップで。井上。ダメだ。うん、入りましょう。帰ろう。ドッキリ。大成功。やかましいわ。やかましいわ。なりますから。心臓止まると思ったわ。飛び込もうかと思ったわ。なりますから。迷ったわ。